はい、本日はですね、ノースフェイスのマウンテンジャケットを半年間使ってみてどうやったかっていうお話をしていきたいなと思います。でですね、まあどういうふうに良かったかっていうのもそうなんですけども、マウンテンジャケットってそのもうちょっと軽装備なマウンテンライトとよく比較されたりすると思いますので、今は実物があるのでマウンテンジャケットとマウンテンライトジャケットを比較しながら、まあ、半年間使ってみてどうやったかというお話をしてみたいなと思います。でまずはですね、マウンテンライトジャケットとマウンテンジャケットの、まあ、違う部分っていうのを何個かお話ししてから良かった点とかお話していきたいなというふうに思いますので、まず違う部分になるんですけども、まず一つ目っていうのが生地の違いになってて、生地が何がどう違うんかというと、生地が分厚さが全然違うっていうことになってるんですけども、まあ、こっちがマウンテンジャケットでこっちがマウンテンライトジャケットっていう感じになってるんですけども、これ生地比べてみるとこっちが150デニールっていう生地の分厚さになってて、こっちが70デニールっていう感じになってるので、まあ着比べないとわからないんですけど、こうやって実際持ってみたらやっぱりマウンテンライトの方が少し薄いのでしなやかな感じの着心地やろうなと思いますし、このマウンテンジャケットの方はもう少し分厚いので、まあ、もうちょっと張りとか腰があるっていうような感じのイメージかなというふうに思います。で2つ目っていうのがですね、まあ、この画像が出てると思うんですけども、スノーカフって言って、こっちのマウンテンジャケットの方にはスノーカフっていう腰に巻きつくような中の雪が入らないようにやるやつがあるんですけども、まあ、それがあって、こっちのマウンテンライトの方はまあ、軽装備の方なのでないっていうのも、まあ、違いになってまして、で次がベンチレーションっていうことになってるんですけど、この脇のところ、こっちのマウンテンジャケットは脇のところにこういうジップがあって、要は熱を逃がせれる、ここの脇のところなんですけど、開けると熱を逃がせれるんですけども、マウンテンジャケットの脇のところにはそれはないっていうのも、まあ、これが違いかなと思います。そして最後はですね、開けた時がちょっと違うんですけども、この開けた時がマウンテンジャケットの場合っていうのは、まあ、こういうちょっとメッシュっぽいなんか網目っていうか点々点ってあると思うんですけども、これがマウンテンライトの方になるともうちょっと粗めのメッシュというか、少しメッシュの形状が違うっていうところも、まあ、これが特徴的かなというふうには思います。でまあ細かいところ言うと、まあそれはここのマウンテンライトの場合はこのノースフェイスのマークがここに入ってたりとかで、マウンテンジャケットにはそのノースフェイスのマークがなかったり、ちょっとこのロゴが形が違うかったりとかっていうのはあるんですけど、まあ大きく分けるとその4つぐらいがまあ違うところかなというふうには思います。そして5つ目の、まあ、着てみて良かったところっていうところなんですけども、まあ、着てみて良かったなっていうところはですね、ずっと着てたらあんまり分からなかったんですけど、やっぱりこうやってマウンテンライトとマウンテンジャケットの着用動画後で見てもらうんですけど、着比べてみるとやっぱり結構しっかりしてるっていうか、守られてる感があるというか、まあ、生地がしっかりしてるなっていう、まあ、張り腰があるってさっき言ったんですけど、やっぱり値段が1万円ぐらい高い分しっかりしてるなっていう、まあ、印象はあったかなというふうには思います。それ以外、まあ、マウンテンライト僕も着てたんですけど、特にマウンテンジャケットにしてめちゃくちゃ良かったなっていうのは、まあ、今のところあんまりスノーカフとかも使ってないですし、でまあベンチレーションとかもあんまり使ってないので、まあ、そんなに恩恵を受けてないんですけど、まあ、もしかしたらベンチレーションとかこれからどんどん使っていけば、やっぱりマウンテンジャケットの方がめちゃくちゃいいってなるとは思うんですけど、今のところはまあ生地がちょっと分厚いかなぐらいしか思わないって感じです。そして次がですね、着ていて気になる部分っていうところなんですけども、まあ、気になる部分がどこかというと、まあ、セカンドチャンネルでもちょっと話はしてるんですけども、このジップを上げた時の首元の余裕というか、首元のまあ締まり方というかっていうのがまあちょっと違うっていう感じで、まあ、この次の7番で着用してる様子って見てもらうんですけども、その時にこの首元を見てもらいたいんですが、マウンテンライトの場合は結構余裕があるんですけど、マウンテンジャケットは結構上の方まで来るので、ちょっと顎とか下にやろうと思うと当たるっていう感じで、で当たってさっきも言ったみたいに生地が結構しっかりしてるので、こう刺さるような感じっていうか、まあ、それがちょっと気になるかなっていうのがあるので、まあ、僕はチャリンコとか乗るときは閉めるんですけど、ちょっとまあ下向きたいときとか、まあ、着ててこう部屋とかおるときとかはもうジップ開けちゃって、もう首のとこはここ開けて、まあ、着用してるっていうのが多いかなというふうに思うので、まあ、少し首元が気になるっていうのが、まあ、気になる点かなと思います。ではですね、7番は、マウンテンライトジャケットとマウンテンジャケットの着用動画見てもらうんですが、同じブランドノースフェイスで同じ M サイズで着てるんですけども、やっぱり形がちょっと違う分見え方違うと思うので、まあ、その辺の様子を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me.
はい、という感じで、見てもらったんですけども、まあ、やっぱり若干首元が詰まってるなっていうのは多分あったかなというふうには思います。まあ、両方とも着てみて思うのが、まあ、マウンテンジャケットもマウンテンライトジャケットも、まあ、どっちも高機能なアウターシェルで風を止めてくれたりとかすると思いますし、雨も防いでくれるとは思うんですけども、よく質問いただいて両方持った方がいいですかとか、どっちの方がいいですかって結構質問いただくことがあるんですけども、やっぱり運動する人とかはやっぱりちょっと中に熱がこもるからベンチレーションがあった方がいいと思いますし、例えばスノーボードとかスキーで着るんやったらスノーカフがついてるマウンテンジャケットの方がいいかなとは思うんですけども、まあ、街中で自転車乗ってるぐらいでそんなにどっちがいいかって言われたらあんまりわからんかなというふうには思うので、まあ、あとは好みで選び反応がいいんかなと思いますし、まあもちろん両方持つっていうのも全然ありやとは思うんですけど、まあ、僕個人的に言うとどっちか一着持ってればそれでいいやろうなっていう感じで、やっぱり役割は一緒なので、一番外に着るって役割は一緒なんで別にそんなに大差はないんかなと思うんですが、まあそれこそさっき言ったみたいな1番から4番まで言ったような違い見て、まあ自分にとってどっちがいいかとか、あとまあ機能があっても1万円も高いんやったらいらんわとかっていうので、まあ判断するのがいいんかなというふうには思います。ではですね、本日は、ノースフェイスのマウンテンジャケットを半年間使ってみてという感想でした。では、ありがとうございました。